おお、これはリング上が騒然としております。そうですね、まあ、どうしてもね感情的なね、はい、あの戦いになってしまいますから、その上でのこの判定はねちょっと、しかし裁定がまだ覆ることはないですよね。そうですね、両軍リングアウト、両軍リングアウトです。まだレフリーが今やれと一括しております。お、これはレフリーの権限で再試合ということでしょうか。今やれよというふうにね、なんかやれよな。それではまず新規の形違う勢力の勝負、進むという方に鈴木小太郎を行います。お、進むと鈴木小太郎。そうですね、結局この2人に権利があった試合ですからね。なるほど、この2人のシングルマッチが急遽始まりました。これはちょっと意外な展開であります。さあ進むと鈴木小太郎のシングルマッチへと突入しております。さあロープに送っていく、もう場外に放り出しました。小太郎がまた場外戦を申し込むんでしょうか。ちょっと両軍が睨み合ってますよここで。そうですね、さあ2人を挟み込むようにスティンガーとテロスが睨み合っている。うわー、ここもカウントが進みます。進めた、コンクリートがこの鉄の部分ですよね。そうですね、あ、進むが苦しい表情。さあカウント、また場外カウントが数えられております。さあ OK、 入る入る入る、サーブ OK、 リングに戻りました。急遽始まった鈴木小太郎と進む優也のシングルマッチです。さあエルボー打ち合います。俺ギバフか、俺頭部へのエルボースタンプ、鈴木小太郎。残りの選手たち6人は控え室に下がらずに当然この試合を、ね、はい、なんかね、まるでランパージャッククリスマスみたいな雰囲気ですね。アーチンタッグマッチからシングルマッチへ。さあ進むがまだ場外でのダメージがあります。小太郎は挑発していく。ネックリカドロップです。そしてカーブストンプのような形で踏みつけていきました。これは肩がついていますが、あの要はちゃんと抑え込まないとカウント取らないですね。だからあのよく踏みつけてのカウント、はい、渡レフリー絶対取らないですから、ね、なるほど、おっと腕十字に行きます。しかし上からエルボー、エルボー連発していく。腕十字が決まりかけていますが、その前に小太郎がエスケープしました。ロープブレイクと、お前何やってんだお前は。もう野沢ロンガイが今リングに上がりかけたんですが、それを渡レフリーが厳しく指示します。さあ進むが十字を離しません。セコンド陣からさまざまな声が飛んでいます。もうちょっと何か不穏な感じになってますね。そうですね、なんか、かなり殺伐としてきましたよね。そうですね。さあ、この緊迫したムード、テロスとスティンガーを互いに譲れないものがあります。おっと、これはツーブストン、カバー吸います。進む返した。さあ、また抑え込みに行く鈴木小太郎。これは体力を消耗します。進む、いや、小太郎が巧みですね、攻めがね。そうですね、ギブアップ、ギブアップ。まあ結局鈴木小太郎のねベースにあるのは三沢光晴ですからね。そうですね、